はい、あきらです。いや、今日はね、いい天気でツーリング日和かなと思ったらね、なんか行く手の方はね、なんかすごい雲なんだね。で、家を出た途端にね、なんかパラパラ雨が降ってくるしね。いや、これは見事なツーリング日和、楽しいツーリングになりますね、これね。いや、もう出てきたからにはね、ちょっと行けるとこまで行かないと気が済まないからね。なんだよこれ。この辺は日が照ってんだけどね、行く手は完全にダメそうだなこれ。まあ行けるとこまで行きましょう。まあ毎度天気の話だけども、まあ鈴鹿の辺はね、まあ冬の冬型の、まあ、気候でも結構なんか雨とか雪とかちらつくみたいなんだね。だからなんか冬場はこういうなんかわけのわかんない天気が普通みたいだね。基本的には雪は積もんないんだけどね、結構なんかね、季節風が吹き荒れると雲も一緒に飛んでくるみたいでね。今日はまたあの名阪国道で伊賀の方へ行くんだけども、いや、これなんか伊賀のやっぱり名阪国道峠道はなんか雨ほっぽいね。いや、これは楽しいツーリングになりそうですね。いや、これはやっぱりあの名阪国道はいつも雨降りのパターンですね。おそらく山越えちゃえばね、大したことないんだろうけどもね。いるよ、あの名阪の峠区間に入ってきましたね。ちょっとこの辺はいつも雨降りっていうかね、天気悪いんですけども、まあそんなに雨ひどくなることもなさそうですね。名阪のね、峠っていうと、こことあとハイテラスがあるあたりも結構山でね、あの辺も以前はね、鈴鹿の方は生えてたんだけども、途中で雪が降ってたりとかね、結構激しく降られたことがあったね。それに比べりゃ大したことないかな。なんかこのぐらいの雨だとね、カッパ切るまでもないんだよね。結構ウェアが撥水だったりするから行けちゃうんだけども、ね、油断しててね、そのまま本降りになっちゃうとね、結構濡れちゃったりするね。トンネル抜けてもやっぱ、いや、これずっと雨かな、もうこれじゃダメかな。もうこれ本格的に降るようだとやっぱダメだね。楽しいスリングどころじゃなくなっちゃうんで、これはダメだと。山のこっちは少し小降りになるかと思ったら、むしろ降ってる方でしたね。これはダメだな。まだね、これ雪じゃなくてよかったっていうぐらいに思えばいいか。ちょっと今日は甘かったなこれね。この先行ってもねダメそうだな。これはちょっと引き返します。残念。ツーリング失敗です。結構降ってるな。
残念ながら峠の山の向こう側は本降りでした。もう向こうの方生えてんだね。初めから向こうの方行きゃよかったんだね。ここから1号線に入ります。四日市鈴鹿方面、鈴鹿まで戻ってくるともうこんな感じですね。同じ日だとは思えないね。わずかね十数キロでね、土砂降りからほとんど晴れになっちゃいますね。ツーリングは楽しいですね。はい。